今年4月に年齢に関係なく自転車乗車中のヘルメット着用が努力義務となったことなどを受け、命を守るヘルメットの大切さを知ってもらおうと三重県警が開いたものです。今日は幼い頃から桑名市のウォータージャンプ場で練習し、フリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手と、桑名市出身で世界を舞台に活躍する女子モーグル選手伊原遥選手が、それぞれ一日交通部長と一日交通企画課長に任命されました。この後トークショーが開かれ、自転車もスキーもヘルメットが命を守ることを呼びかけました。僕自身も転んで頭を打って、でも脳震盪ってほどにならなかったのはやっぱりヘルメットがあったおかげだなっていうのは感じましたね。話していきたいと思います。また会場では県立朝霞高校自転車競技部による交通安全講話などが行われ、訪れた人たちが交通安全に対して気持ちを新たにしていました。三重県警によりますと、今年に入ってから昨日までの三重県内での交通事故による死者数は前の年の同じ時期と比べて13人増え40人となっていて、自転車に乗車中の事故で亡くなった4人のうち3人はヘルメットを着用していなかったということです。